新型コロナの影響で各局がロケを自粛するちょっと前のこと、都内の町中華に黒山の人だかりができていた。どうやらドラマのロケらしい。深田恭子ボディラインくっきりのセクシーワンピース。感染者がいたらクラスターになってしまう。なんて不安を一人の美女が吹き飛ばした。女優の内田雪、44、である。いささかも衰えぬ美貌に見とれていると、一台の SUV が現れた。車から運転手が降りて、スタッフに挨拶している。ちらっと見える運転手の顔がやけにイケメンだな、なんて気を取られているうち、内田が SUV の後部座席に乗り込んだ。撮影は無事に終了したようだ。都心方面へ向けて走り出した SUV は途中、蕎麦屋に寄った。すでに夜9時過ぎ、遅めの夕食ということなのだろう。ロケ中に町中華で食べなかったのかな？なんていぶかっていると、あれ、運転手が思いっきり体をねじって、後部座席の内田と談笑しているではないか。車を止めて出てきた二人を見て納得。運転手だと思っていたのは恋人、柏原隆、43、だったのだ。イケメンなわけである。柏原はジャケットを小脇に抱え、グレーのニット姿。敏腕マネージャー感が半端ないのだが、もともとは数々のドラマに出演していた人気俳優だ。1時間ほどで夕食を済ますと、二人は近くのスターバックスでドリンクをテイクアウトし、愛の末と帰っていった。内田は吉岡秀隆、49、と、柏原は畑野博子、44、と結婚しましたが、破局、コート09年に知人を介して再会し、同年末から付き合い始めています。以降、競馬場など、至るところで二人の現場が目撃されているのですが、一向に再婚の話は出てきません。芸能プロ幹部、緊急事態宣言が出される前後も、二人は買い物に行き、オーガニックレストランに行きと、まったりとした日々を過ごしていた。ようやく掴んだ穏やかで幸せな時間を、大切にしたいのだろう。4月10日発売のフライデー最新号では、内田雪と柏原隆が仲睦まじく歩くツーショット写真を掲載し、二人の近況について紹報している。